どうも皆さん、いつもご視聴ありがとうございます。ハイゼンベルグ鈴木です。今年、2021年3月頃に、予約しておいたヘルメットがついに、入荷したということで、今取り行ってきました。それがこちらです。でーん、照英の、Z8 ですね。Z8 の、しかも受注生産のタイプのもの、ミューラルというものです。早速、開封をしていきたいと思います。まあ、ぶっちゃけお店で、サイズを微調整してもらうときに一回開けたんですけど、まあ、今ちょっと開けます。これです。仮止めもちゃんとこれ重宝しますね。来ましたよ、皆さん。お待たせいたしました。これです。はい、どうでしょう。結構攻めてますね、これ。Z8 がこう、7に続き新作が Z シリーズが発売されるということで、ネット見てたら、いろんな色のタイプからこれが目に留まって、まあ一目で、あ、もうこれにしようっていう感じで、他の Z8 シリーズよりも少し発売が遅れましたけど、ようやく届きました。今回僕は L サイズです。軽いですね、まず軽いです。まあ、曇り止めはちょっと後で貼るとして、まず今日は開封の儀ということで、これをまず外して、コンパクト軽量、それから通気性、ベンチレーションシステムもいいと、ワンアクションでロック&リリースができると。で、センターロックシステムということですね。これ、シンっていうことは、これが新しいんじゃないですかね。X シリーズとこう Z シリーズありますけど、X シリーズよりもさらにこれがスタイリッシュに、軽量化されているというので、こっちの方が好みで、これを選びました。ちょっとかぶってみますね。お店でサイズをちょっと、最終チェックしてもらった時に、この頭のところに1枚だけパッドを追加、頭のここの辺に1枚だけパッド追加しました。なるほど。ああ、言い忘れましたけど、音ですね。騒音が入ってこないっていう点も優れているそうですけど、今こうかぶった瞬間にノイズキャンセルされた状態の感じです。かぶった瞬間、AirPods Pro でノイズキャンセルをするような、こう一気に周りの雑音が消えた感じですね。すごいです。映ってるかな。これ横です。かなりフィット感があって、それから軽いフィット感がある、防音、周りの騒音が全然入ってこない、さらにこれまだ走ってみてないですけど、通気性がいいってことで、まあもう文句なしのヘルメットじゃないでしょうか。防音っていうのは結構重要で、インカムをつけて一緒にこうツーリングしたり、一人でこう音楽聴きながらとか、ナビの音聞きながらとかの時に、結構その騒音が入ってきて聞きづらい時ありますけど、これはその問題がかなり解消されそうです。で、今シールドがこれノーマルのものになってますけど、いずれその変えたいと思います。聞いたところによると、火の強さによってこのスモーク具合が変わっていく、ちょっと高めのシールドがあるみたいなんで、
今度それに変えたいと思ってます。はい、今回 L ですけど、ちょっといろいろ他のサイズとかあるいは他のタイプのものと、比較してみたいと思います。こちらが、Z8 の M サイズ、それからこちらが、Z8 の L サイズ、サイズの違いでちょっと見てみたいと思います。こう横に並べてみるとだいぶ黒いマットブラックの M サイズの方が包帯としてかなり小さいですね。かっこいいな。色だな、色でやっぱり M サイズっていうのもあって、あと黒ってこともあって締まって見えるためにマットブラックの方がかなり小さく見えますね。こっちの Z8 の M サイズもちょっと被ってみたいと思います。これはケイジ君のなんで、普段は僕はこれじゃないですけど、ああこれ M サイズ全然違うわ、かなり小さい。やっぱこうマットブラック安定のかっこよさがありますね。ショーエの Z8 と同じくショーエのグラムスターの同じサイズ M サイズを同士を、比べてみるとこんな感じです。やっと決まった。まあ見た目に関してはこれはもう本当に好み。今ショーエのグラムスターをの M サイズをかぶってますけれど、 Z8 と比べて、こっちの方がまあ個人的にはかぶりやすいです。 Z8 はかなりフィット感があって、まあ、むしろちょっとありすぎるぐらいフィットしてるんで若干ちょっと締め付けも感じたんですけど、その点このグラムスターはすごく程よいフィット感というか締め付けも全然気にならないですね。でこれで M サイズだったら僕はちょうどいいですけど、 Z8 の M サイズはちょっときついです。おそらく防音効果のために騒音を聞こえなくするためにフィット感を強くしてるからだと思うんですけど、まあどっちを取るかですね。まあ、締め付けがちょっと多少きつくても騒音が入ってこない Z8 を取るか、まあこのグラムスターのようにゆったりと被るか、どちらか、まあそれは好みだと思いますけど。Z8 被ってみと思ったのはグラムスターの M が一番今と被り心地がいい。うわうわ一番いい、マジか。ちなみにですけど、今ベルのブリッドを被ってますけど、ショーエの Z8 と、グラムスター、それからそれを被ってからこれ被ったらより分かったんですけど、一番かぶり心地が悪いです、これ。この Z8 は何と言っても見た目ですね。このデザインというか、まあ、使ってないんで特に使用感とかレビューとかはないですけど、まあ、ただただかっこいいと、そしてこれを乗って早く、バイクに乗りたいという気持ちに
なりました。まあ、ただ梅雨に入っちゃった。How you love me electric, like you do. Love it, how you love me electric, always you. Love it, how you love me electric, electric. I love it, how you love me love me electric. Baby, keep the light on for me, I'm coming home. No, I got you forever.